は、僕が韓国に住んでた時にめちゃくちゃ見て泣いてたドラマがあるんですけど、そのドラマの主題歌なんですけど、雪の花という曲なんですけど、韓国の僕が一番好きなパクヒョシンという人がカバーしてた曲なんですけど、その曲をちょっと、これはリクエストじゃないです僕が歌いたいから選んだ曲なんですけど歌いたいと思います。雪の花、知ってる人も多いと思います。有名ですよね、日本でも。お願いします。雪の花です。伸びた影を歩道に並べ、夕闇の中を君と歩いてる。手をつないでいつまでもずっとそばにいれたなら泣けちゃうくらい。風が冷たくなって冬の匂いがした。そろそろこの街に君と近づける。季節が来る今年最初の雪の花を二人寄り添って眺めているこの時に幸せが溢れ出す。甘えとか弱さじゃない、ただ君を愛してる、心からそう思った苦いると。どんなことでも乗り切れるような気持ちになってる。こんな日々がいつまでもきっと続いてくことを祈っているよ。風が窓を揺らした、夜は揺り起こして、どんな悲しいことも僕が笑顔へと変えてあげる。舞い落ちてきた雪の花が窓の外ずっと降り止むことを知らずに、僕らの街を染める誰かのために何かをしたいと思えるのがないということを知った。もし君を失ったとしたなら、星になって君を照らすだろう。笑顔も涙に濡れてる夜もいつもいつでもそばにいるよ。今年最初の雪の花を二人寄り添って。
ただ君とずっとこのまま一緒にいたい。素直にそう思えるこの街に降り積もってく真っ白な雪の穴、二人の胸にそっと思い出を描くよ。これからも君とずっと。ありがとうございました。家でした。改めまして、エイジ君でした。ありがとうございます。ありがとうございます。エイジ君、ネクストライブないですか？ネクストライブですか？ネクストライブは今のところ予定ないんですか？はい。ないんですか？ないです。ないですか？次じゃあまた一緒にライブするとき、今日来られた方でリクエスト聞いて次またやりましょう。次は来てもらう感じでリクエスト本当にね。お願いします。4曲中3曲ね、リクエストをいただいて。そうです、ね、3人だから今日来てないってことですね。いや、6人で6人で2人なんで。2人、あ、そうですね、はい、そうです。じゃあ次はもうちょっと今日はリクエストいただいたら、はい、に来ていただく感じで、はい、行きましょうか。インスタに EIYU 小文字0615、はい、で検索したら出るんで、はい、めちゃくちゃライブのことはストーリーが来てるんで、うん、よかったらフォローして、また次も会えたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。エイ君でした。ありがとうございます。